2011年4月12日朝8時です。ナムチェの宿を出まして、今天文寺もしくはデブチェの方向に向かって歩き始めました。ナムチェの町は、ご覧の通りです。そして昨日も、途中まで歩きましたが、ここ、ジャイアントマニストーンの左方向、そしてちょうどこれを越えたあたりに入り口があるんですが、そこがホテルエベレストビューへ行く道で、右方面は天墓地や、天墓地方面ですね、豪居、そして、エベレストベースキャンプカラパタル方面の道です。これで約4時間の、トレッキングを計画しております。12時ぐらいまでには、12時前後に着きたいと思います。